わ、結構たっぷり使うな。そうですね、で結構材料も使うので、うん、今これ昨日上がってる動画でカメラマン跳ねてやろうみたいな感じで、リンク貼っとくんで、うん、昨日の動画本当面白くてカメラマンをはめた動画になってますんで、ちょっと見てくださいね。ちょっと真剣にじゃあ下塗り動画をちょっとやっていこうと思いますんで、はい、じゃあ下塗りの解説無給の男お願いします。はい、お願いします。はい、まあ、サイディング用の SD シャープっていう、まあ、下塗り材を、はい、使ってるんですけど、はい、で今回がこう真っ平らな壁が多いんですけど、はい、こういう溝の深いこういうところがこう塗りづらくて、はい、あ、なるほど。で、まあ、溝の入りやすい塗り方、はい、今日はやっていこうかなと思います。はい、これで塗っていきます。はい、結構たっぷり使うな。そうですね、で結構材料も使うので、これ音聞こえる？うん、でたっぷり入れてこのガタガタのところがこうなるんだな、これ。そうですね、で、うん、最初にまあ均等に配って、うん、でまあ、横にも配るんですけど、うん、でもこういうところが残っちゃうんですよ、うんうん、でも最後にも斜めに、うん、ああなるほどね。いや今日はこういうところが入らんってことだろ、隙間が。そうですね、隙間っていうかこのリブっていうんだけど厚み、うん、この奥行きみたいな感じ、はい、でこれ下に塗り入れな感じじゃん、うん、で普通の塗装屋さんがまあどうか知らんけど、結構横着力パーッと転がすだけじゃなくて、ね、結構だけ手間かかるよな。ちょっとガッと一回塗ってくれね。いや結構さっさと塗ってきゃ楽だよな。そうですね、そういう塗装屋さんもおるよな。いますね、塗る、うん、なんか白く下塗りだけつけときゃいいっていう思ってる。そうですね、高尾どうぞ塗ってて、ちょっとこうやって俺喋りながらちょっとやるから。だけどこうやって横入れて縦入れて横入れて、うん、そんでも入らんで斜めまで入れるってことでしょ。うん、まあ、そんな感じ。まあでも結構手間食っとるな。手間食いますね、うん、結構もう材料多めでもうちょっとだれるぐらいまで、うん、まあ、最終的には伸ばすんですけど、うん、材料そう材料いっぱいのして目地に入れ込まなきゃ入っていかないので、うん、カメラに、はい、で、なんか結構もう本当なんかベタってつけとる感じだな。そうですね、粘土をつけとるみたいな感じに塗るんだよな。そうですね、でこのまんまだともうだれてきちゃうので、うん、もうこうパーって垂れてっちゃうので、うん、もう最後にもうこう垂れないようにならすっていう感じですね、うん、ああそういうことな。結構ほんでお前手に力入れてんね。そうですね、結構力入れてます、ね、うん、ちょっとその手の感じがちょっと取ってくれるといいな。結局はもうほんと接着剤っていうのがやっぱ強いもんで、うん、透明なやつがシーラーっていうので、フィーラーっていうのはネットとかで出てくるんだから、フィーラーってどういうもんだよっていうのは。あ、出てくると思います、検索すれば。はい、結局でもなんかちょっと粘土質みたいな感じだな。そうですね、まあ、ちょっとモサモサしとるっていうか、あ、なんちゅうんかな、あ、絵の具ぐらいではない。絵の具のなんか紙絵の具みたいな。あ、水性だしね。じゃあ結構こういうなんというか凹凸の激しい外壁みたいなのは、うんうん、割とそういう粘土質的なのを使う。サイディングね。サイディングってなんかこうボードじゃん。ボードです、ね、はあ、はあ、はあ、そうそうそう、鉄には鉄みたいな感じ。このデコボコはあんまり関係ないんだよ。あ、そうなんですね。そう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 。へえ。でシーラーみたいなのは何に使う？シーラーはまあ屋根とかスレートとか、なんか吸い込ませてやるもん。そうですね、これ吸い込まないじゃん、あんまり。吸い込まない、表面にってこと。吸い込む感じじゃないでしょ、はい、見ても、はいはいはい、でも吸い込むものは、うん、シーラー吸い込ませるもん、はい、そうそう、うちはこれは表面につく感じなんで、中から吸い込まして固めてってだんだん表を作っていくっていうのがシーラーです。そうそう、これってどれぐらいで乾く？これはだいたい表面は、うん、まあ、夏場だったら2時間、3時間ぐらいで乾く。乾くじゃん、まあ、今日はまあ今6月の3日ぐらい、2日か、うん、もうこんだけ暑いともう2時間とかで乾く。乾いちゃう、はい、まあ、一応は基本的にはうちはまあ下塗りの日は塗らないにしてる、ね、一応はな。じゃあちょっとなんか不完全燃焼の天の声だったら締めようか。また見てね天の声さん、またね